こんばんは伊豆木啓です、えー。今日からしばらく読書こもごもと題しまして読んでいる本のそれこそこもごもなことを語っていきたいと思います。お付き合いいただければ嬉しく思います。今週は万葉集です。まあ二十巻四千五百十六集。 ある歌すべてを読んで読書するというのではなくて万葉集に対する思いを語っていきます今日はまあ壮大に万葉集の全体像を語りたいと思いますしかもその全体像、壮大な全体像を2種のみで、えー、語ります まあ、ど素人で向こう水であるからこそできる蛮行だとも思うんですけれどもまあ折口忍先生が聞いたら「おもろいけどやりすぎと違いますか?」と柔らかにたしなめられそうですね。まあでもやっちゃいます。「万葉集」そのものはその折口忍先生の公約万葉集を 読みつつあとは犬貝隆先生上野誠先生たちの本や動画なんかを参考に読み進めていますね、えー、まあ万葉集というのは奈良時代後期にまとまった歌集でして多分直線集の色合いも強いのだと思います 危機万葉と、まあ、一つにくくられているように日本の歴史や文化を考える時にとても重要な役割を担ってきましたし担っています。そして「危機」つまり「古事記」と「日本書紀」の歴史書から見ればそこからこぼれ落ちる個人個人の生活様式や心の機微を えー、教えてくれる書物ですねまあそんな「万葉集」ですけれども私はその「万葉集」「ことほぎ」というのは「ことほぐ」ホグの、えー、語源はその有力な説の一つに「こと」というのは言葉のことですね。 で、ギは神への祈りを指して、えー、その合わせた形「ことホギということだそうです。コトブキなんかも同じ語源だという説があります。つまり言葉による祈りですね。えー、なぜそうなのかと言いますとそれは「 じめと終わりの歌のありようからそう思うのです「えー、万葉集」の第一首目は有略天皇御聖の「子もよみこもち福,島福しもよみぶくしもち」「この丘に夏益子家のらえ野のらさね空光大和の国はおしなべて我こそおれしきなべて我こそませ」。 我こそ家をもなおもというまあ求婚、結婚結の歌ですね。まあ、昔は、えー、特に女性が名を教えるということはその、えー、結婚求婚を受け入れるということでこの歌のまお、あえー、およその意味というのは「子もへら」ですね。 こもこもを持ってかご、えー、を持って丘の名を積んでいる娘さん私に名前を教えてください家を教えてくださいということはつまり求婚ですね私はこの国をすべているものです私から言いましょう 家も名もということですね。でこのまあ歌を作ったとされる有略天皇というのは近頃までその存在が疑問視されていた天皇で埼、えー、玉古墳群埼玉県の、えー、古墳群ですねそこにある稲荷山古墳から出土した鉄拳に、えー、この有略天皇を 若武という金字が彫られていてそこからその存在が確実視された天皇ですつまりは存在が疑われるほど伝説化してしまう存在だったとも言えますねその雄略天皇の求婚というのは えー、つまり支配者が配偶者を持ち国を治めて繁栄していくということを歌っているのだと思います。これからの大和の国を私と共に栄えさせようそういう歌,歌なのですそしてその壮大なエールから始ま,る始まったこの「万葉集」という歌集は「 いろいろな性格の歌恋歌、死を悼む歌、戦争に駆り出された者とその配偶者の嘆きの歌、そして野に遊ぶ歌、本当にいろいろな性格の歌が、えー、包括されていてそれで最後416首目「万葉集最後の歌、万葉集演歌」と呼ばれていますけれども これが、えー、この「万葉集」の編纂を行ったと言われている大友のやかもちの歌なんですが、えー、それがですね「新たしき年の初めの初春の今日降る雪の癒しけ夜ごと」という歌でして、えー、この歌の大体の意味は「今日は元旦」。 その新年の初めの春の初めの日の今日にめでたく降っている雪のように積もるようにそのように降り,つ降り続いておくれ良いこと吉次がまあたいこんな感じの歌なんですけれども、えー、私この歌がとても大好きで、えー、フォトジェニックというか情景が。 浮かかぶじゃないですか酒を酌み交わす人たちの目に浮かぶ純白の庭動乱の世を清めるような白その降る雪を吉次として見てそれが終わることなく続いて続いておくれと歌うこれは祈りですよね。やかもちの朝廷の大きみ まあ、天皇スメラミコトと呼ばれてましたけれどもそ,うその人たちそして当然四政の人々の祈りでもあったと思います。伝説的な大きみである雄略天皇の壮大な希望の歌から始まって文部優れた 大友のやかもちの人の世の安寧への祈りの歌で締めくくるその間の4,514の歌が弾きこもごもありましてつまりは「万葉集」というのは大和の国全体の生活営みを繁栄へのき希望と安寧への祈りで大きく包む書だと思います。人を、社会を 世を包んで、そしてそれを表している証拠なのだと思います。そしてそれは、そのことを現代やきっと未来へも伝えてくれるタイムカプセルでもあるのです。今日はこのくらいにしたいと思います。ご静聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたら、グッドボタンを押していただいたり、 チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいですでは失礼します